どこ撮っても映えそう。写真撮りたい。撮りたい。来た来た来た。うわ。市場で栄えた港町に、おしゃれなカフェやバル、インスタ映えスポットが。そんなよろずロックを散策しながら案内するのは、タクシードライバーのコセンさん。佐世保出身の名プロデューサーガースーこと菅賢治の総合プロデュースによって、佐世保愛が深い6人のツアーガイドが誕生。佐世保といえば圧巻の九十九島、佐世保といえば迫力の佐世保軍港クルーズ。もちろんどれも最高ですが、熱い魂と深い知識が魅力のツアーガイドによるマニアックな佐世保巡り、それがガースープロジェクト佐世保ディープツアー。昔から佐世保にいる方たちもまだ全貌がわからないよろずの町を案内します。最初にやってきたのはカフェのリポート。住宅地の中にある隠れ家的なカフェで、シフォンケーキがインスタ映えするって有名なので。わー、美味しそう。かわいい。かわいい。かわいいですね。ほわってしてるね。かわいい。美味しそう。美味しそう。切れるかな。ふわふわのシフォンケーキ、そのお味は？美味しいです。幸せ。続いてやってきたのは、最近できたこの辺りで一番こうホットスポットを紹介したいと思います。はい、あちらです。ホテルになります。ホテル。ホテル。はい、おしゃれな感じには、ねえ、ちょっとね、味がある。ね、なんかタオルですね。いいね。そんな建物の部屋の中に入ってみると、かわいい。どうぞどうぞ。うわ、すごい。かわいい。やばいんだけど。すごい。バスタブもおしゃれ。かわいい。かわいい。ここはリゾートって言って、古いアパートをリノベーションした3室だけの特別なリノベーションホテルになります。で、全室にサウナがそれぞれ入っていて、あ、めっちゃいい。外の景色を見ながら見えるね。見えるね。景色見える。すごい。すごいいい海風も入ってくるので、外気浴もこの部屋で十分できるっていう。実は屋上にももう一つここに泊まった人たちだけが使える設備があるので、ぜひ屋上にも上がってみましょう。はい、気になる。このホテルの屋上にあるものとは一体？わー、すごーい。すごい。綺麗。見晴らしがめちゃくちゃいいんですよ。ほんとここが港町っていうのがすごくわかるスポットになってます。あれって何ですか？実は屋上にもルーフトップサウナがついてまして、宿泊された方がみんなで使える共用のサウナになってます。すごい。部屋にもあって屋上にもあるんですか？そうなんですよ。サウナ好きのためのホテルと言っても過言ではないぐらい。ということで、この日気温6度の中、いざ屋上サウナへ。あいい。いいね。あったかい。ったかい。じんわり汗かいてきた。めっちゃ汗かいてきた。サウナで整った後は、続いてはこちらで角打ちを体験してもらいたいと思います。角打ちができるインスタ映えする酒店へ。写真撮りたい。どこ撮っても映えそう。パンパン、お疲れ。美味しい。美味しい。整うね。一
市場や倉庫が立ち並ぶ港町に、倉庫やアパートをリノベした個性的なお店や人が集まり出した町をご要望に合わせてご案内します。よろしくお願いします。